今のところ取り引きないわね。そうなんですね。そういえば500年前のことをプラフタに聞いたとき、街並みとか大きく変わっていないって言われました。500年でそんな変わってねって、成長してねみたいに感じるな。必要がないんでしょう。現状に困ることがないんだし。これだけの期間問題なく変わらずにいられるってすごいことよ。お疲れ様に欲しくは、ピッチさんが感じたにはね、知れません。書物？はい、私の錬金術に関する基礎的な知識は一冊の古い本でしたので、繰り返すしかなかったんです。それこんなにできるようになったんだね。はい、それ以外に方法がなかったので、私なんて